こんにちは、エバトタケシです。今回は心の中で誰かにムカついて、心の中で相手を攻撃している自分はおかしいのでしょうか、というテーマでお話ししていきたいと思います。精神状態が悪くなると、知らず知らずのうちに心の中で誰かを攻撃していることがあります。心の中で誰かを攻撃していることが多くなっている自分に気づいたら、精神状態が悪いのかなと考えることができます。精神状態が悪いとは、精神状態が良くないということです。精神状態が良くないとは、ワクワクしていないとか、落ち込んでいるとか、傷ついているとか、悲しんでいるとか、不安を感じているという状態が続くことです。心がダメージを受けていて、前向きになれない、やる気が出ない、楽しいことを考えられないということです。心がダメージを受けているときは、これ以上ダメージを受けないように心を守らなければいけないとなります。心を守るためには、攻撃してきそうな人、自分を傷つけてきそうな人を警戒する必要があります。あの人は落ち込んでいる私を見て喜ぶかもしれない、〇〇さんは不安を感じている私をバカにしてくるかもしれないと考えます。そして、あの人が落ち込んでいる私を見て喜んだら、こうやって反撃してやろう、〇〇さんが不安を感じている私をバカにしてきたら、こうやって言いまかしてやろうと想定するのが、心の中で誰かを攻撃しているということです。心の中で誰かを攻撃するのは、自分を守るための機能です。バカにされたらこう言ってやる、否定されたらこう言い返してやると事前に準備をしておくことで、実際にそうなった時、自分を守るための行動を起こしやすくなります。心の状態が悪い時ほど、これ以上傷つきたくないという思いは強くなるので、その分心の中で誰かを攻撃することが多くなります。心の中で誰かを攻撃している自分に気づいても、そんな自分をダメだと思う必要はありません。そんな時は、自分は今強い不安を感じているのかもしれない、強い心の負担を感じているのかもしれないと自分を見つめることができます。そして、今あまり頑張らない方がいいかもしれない、今は自分に楽をさせてあげた方がいいかもしれないと自分をケアする方向につなげることができます。年がら年中、心の中で誰かを攻撃しているということがあるとしたら、自分の人間関係を見直すことができます。自分の周りには攻撃してくる人が多いのではないかと考えることができます。自分の周りには傷つけてくる人が多いから、常に不安を感じているのではないかと思うことができます。私たちは、気分が良くて安心していたら、心の中で誰かを攻撃する想定をする必要はありません。常に心の中で誰かを攻撃しているとしたら、自分がそれだけ安心できない人たちに囲まれているということになります。常にバカにされるかもしれない、人格否定をされるかもしれないと警戒していたら、心が疲弊していきます。心がクタクタに疲れていたら、楽しいことを考えてワクワクすることができなくなります。なので、そんな時は、もっと優しい人と付き合っていこう、嫌な人とは無理して付き合う必要はないと人間関係を変えていくことができます。ということで、心の中で誰かを攻撃するのは、自分を守りたいという気持ちがあるからです。なので、そんな時は自分を守るための行動を起こしていきましょう。心の中で誰かを攻撃している自分をダメだと責めるのは、自分を守るための行動ではありません。自分を守るとは、自分を大切にすることです。他人に何と言われても、自分だけは自分の味方であり続ける。どれだけ他人から否定されても、自分だけは自分を肯定し続ける。攻撃してくる人が多い環境から離れる。自分が傷つけられない人間関係を選ぶ、などといった形で、自分を守ることを考えていってほしいと思います。